デビルズブレスが無事だといいけど。博士から電話だ。無事かな？クソ、ピーター、これを記念に残そうと思ってね。人生の節目、そして新しい門出を迎えるだろう。君のおかげでここまで来られた。次のフェーズで私たちのパートナーシップはさらに深まるだろう。友情もね、世界に研究の成果を知らしめるんだ。未来へ乾杯。ふん、前よりは落ち着いてるな。すっごく希望に満ちてる。いい方向に向かうといいけど。希望は大事。デビルズブレスは奪われたけど、それどころじゃないの。ライカーズ、急がないと。乗って。何があったの？組織的な攻撃よ。外部の協力者がいるみたい。全ての独房棟が破られた。このままじゃじきにライカーズの囚人たちが五番街に溢れ出すわよ。ラフトは無事？そっちは無事。セキュリティも厳重だし、送電網も別になってるの。よかった。デビルズブレスはセーブルに任せる。信用するの？他に選択肢ある？まずい。シートベルト締めたら？にしてはちょっとお粗末なんじゃない？まずい、武器庫が破られた。それってやばい？やばいよね。囚人たちがロケットランチャーを装備してるってことよ。それはやばいかも。任せて。独房に戻っておとなしくするなら今日のこと忘れてやってもいいよ。されてるの。今行くよ。
向に閉じ込められてる。いつものことでしょ。なんとか事態は収拾できたみたいね。ラストは平気だって言ってなかった？そのはず。行くわよ。見た目ほどひどくはないのかも。ポジティブ大好き。でも経験上見た目よりひどいんだよね。危ない！ユリ！落ちる！セーフ。平気？ええ。パーティーへようこそ。お待ちかね、花火大会の始まりだ。おい、てめえら仮釈放みたいだぜ。エレクトロがみんな逃がしてる。
私はメイン制御室に行って状況を確かめてくる。了解。じゃあ僕はパーティーへ。みんな頼むからさ、静かに檻に戻って鍵かけてくれない？ね、頼むよ。この8年で刑務所送りにした圧倒的な飛んで火にいるバカな蜘蛛。スコーピオン、少し待っててくれる？今電話中なんだよね。電波が切れたみたい。平気？あんまり。エレクトロンにライノに、今度はスコーピオンが逃げ出した。この刑務所どうなってんの？カメラはもうすぐ復旧するはず。また連絡する。オッケー、僕はエレクトロンを追う。Yeah!
レッジのニュースーツ気に入った？決まってる。どこで手に入れた？会員制クラブだよ。やらなくてもいいんだよ。こっちはやる気満々だ。うわぁ！オクタビアス博士。いいか、一度しか言わん。貴様は手出しをするな。すべきことは分かっているな。成功した暁には礼を弾んでやる。行け。ありだノーマ、化けの皮を剥いで。メイ、平気か？ええ、平気よ。これを配ってきて、お願い。ああ。セーブルインターナショナルが市内全域に隔離体制を敷いて、各地で厳重な警戒措置を維持しています。街中では警察とセーブルの部隊が脱獄囚と戦闘を繰り広げています。一方でオズボーン市長はこの脱獄事件と病気の蔓延はスパイダーマンに責任があると公言し、逃亡したと非難しています。ですが確かな証拠のない中、疫病の発生源がこのマンハッタンにあるオズコープ所有の極秘研究所だということが本市の独占レポートで明かされてからというもの、スパイダーマンへの責任転嫁だとささやかれています。市長は疫病対策センターとともに今すぐ消せと主張していますが、それに関する証拠は未だに提供されていません。
オクタビアス博士、なぜ僕のせいだ。病院から連絡があった。無断で出てったんですって。町を救わないと。まだ14本も骨折してるって医者が言ってたわよ。192本は骨折してないってことだろ。助けてくれてありがとう。セーブルにバレるかと思ってヒヤヒヤした。あなたは今や第一ターゲットらしいから。僕って本当人気者。ニューヨークはどうなっちゃうんだ。さあね、世界の終わり、そんな気分。手を貸すよ。ありがとう。脱獄犯のギャングが徒党を組んで市街地全体を占領してるらしいの。略奪や地域住民への暴力、何でもあり。僕に任せて。他には？市長がシルバーセーブルにリーとオクタビアスを見つけるよう指示を出したって。それでセーブルが見境なく市民を検挙して町の拠点に監禁してるところ、尋問方法を強化したって噂も聞いたわ。まさか拷問？はあ、大丈夫、任せて。ここは僕らの町だ。奴らから取り返そう。ええ、部下がスーパービランと戦ってる。進展があったら知らせるわ。今はとにかくこの混乱を鎮めてきて。
大丈夫、僕は無事。おばちゃんこそ平気？あら、私なら平気よ。今はフィーストにいるのが一番安全。住宅地にある施設は大変みたいだけど、こっちのことは気にしないで。そう、ならいいんだけど。後で顔を出すよ。またね。またね、ピーター。避けんな。ラストの常連たちが動き出した。文書が奴らに包囲されたわ。手を貸してくれる？今すぐにミッドタウンで見晴らしのいい場所まで行って。今行く。オクタビアスは？いいえ、手下の二人よ。博士はまだ捜索中。でも正直言って私ですら怖い。あんな頭のいいスーパーヴィランは私も初めて。ああ、同じこと考えてた。すぐに行くよ。警官たちが危険だ。助けなきゃ。どうも。おやすみ。現代版のド派手な西部劇って感じ。都会の渓谷で追い詰められた保安官たち。イーハースパイダーマン。警察が発砲を受けています。ノーマントにいる隊員。ついに起きてしまった。チキンどもはお家にお帰りだ。もちろんチキンってのはライカーズから脱走した悪党どもで、奴らが帰るお家は諸君の家だ。スパイダーマンのおかげでこの街にサイコどもが街頭に群がるガみたいに押し寄せ、今じゃマンハッタンの沿岸部は奴らで埋め尽くされている。それがいかにまずいことか誰かガツンと言っていれば。待てよ、私が言ったな。いいか、よく聞け。鍵をかけて武器にできそうなものを何でも身につけろ。これからは自分の身は自分で守れってやつだ。大量殺戮兵器のデビルズブレスがまた盗まれたって情報もある今、この先事態が悪化する一方だってことは間違いない。